田の,誠の深夜の雑談 <music> はいということでどうも皆さんこんばんは北野誠です2022年も始まりましたそして2022年深夜の雑談不定期番組ですが第1回目のゲストはこの方ですはい浅草義と水道橋博士ですはいよろしくお願いします今日は1月7日なんですけど松本さんすごいですね、はい、んいいやいやずばりやって、はい、そのまま 5分もかずにやってんじゃないですか <laughs> 少し打ち合わせしましょうよ打ち合わせって何すんのこんなの <laughs> お前プロは打ち合わせひらんからいやいやいやせ,せめてね <laughs> <う>せめて何今日何してたんとかいい <laughs> いやいやいや。大晦日以来やなとか <laughs> 大晦日以来ですけどね、えー、雑談してから入りましょうよいきなりも曲入ってんじゃないですか大体雑談はあんませえへんかったからな <laughs> 青年のやったころからほとの小武史さん喋らんかったから北野真琴の深夜の雑談が CBC で始まってるっていうことを前回12月31日まで知らなかったし大晦日まで知らんかった知らなくて「頼むでなのかって言われてまだマネージャーがちゃんと伝わってないからその時に初めて知りましたからだから今日なんかもちゃんと俺 LINE 出たやろ朝にはいはいはいちゃんとね7日の金曜日ちゃんと朝にこういうスケジュールで来てくれよとつうか孫さん何 種類の仕事してんんですいいいやいやそななことないよ別に <laughs> いやいや12月31日のね、はい、もう大みそか駅伝駅伝ラジオですから7時間、はい、いやじゃ十10時間10時間中身だけやって9時間やね賞味お願いしゃべってんの、はい、あれは7年連続やってるんですかそう七年8年かな八年連続やってるかなもうそれも俺初めて知ってはい、はい、最後のたすきをかけられて、はい、あこんな長い番組やってんのかっていう感じですよそうですよ 完全に買ってましたからね、はい、いやいやそっからね、はい、すっかり、まあ、僕も帰省するはずだったんでオーブにね家族が待って待ってるまあ愛知県大ブ市に戻,よ戻る予定で駅前のホテルに家族は、まえー、待たせてたんですはい。か大晦日は家族とそのホテルで過ごそうと思ってましたけど、はい、お前なんか歩いて帰る言うたからやなそうですよまたもうブログ見たらえ,え,えらいことになってえら、ね、いことになってますよ僕 <laughs> <laughs> あれ見ても臭した、えー、雪ちらついてる中い<や>ガラガラ引っ張りながらなんで歩いて帰んやろと思って <laughs> その前にこの CBC の駅の前にある。はい 辻ホルモン辻ホルはいこのこの前ね焼き肉でみんなで6時前5時半ぐらいから食べて8時ぐらいまで飯食ってたからね誠さんとああいう焼き肉食べるのもすごい久しぶりなんですよはいはいはいほんま久しぶりやったね久しぶりですよ久しぶり焼き肉食べてだからもう十数年ぶりじゃないですかああそうか 前ちょっと二人でなちょ焼き鳥屋行ったけどあ,ありましたね新橋で一回待ち合わせて行きましたね行っ,た、まあ、行ったけど、ええまあ、そうや,いやあの大人数で食べる時の誠さんの鍋で言えば鍋将軍鍋将軍鍋で言焼き鳥板将軍,板将軍ええめっちゃ面白かったですよ <laughs> お前だけはいつも俺のこのしゃやってる行動を見ながらお前ほんま冷静に分析するの好きやかするっていうか観察するの好きやからなもう,もう店に入ってきて、はい、まず誰がどこに座るっていう 位置から確認し始めてーそれでこの荷物をね下に置ける位置があるから「まあ知ってるやろこれ中置けんねや知ってるけどあえて言ってんねやで」って気を使いながら全員の位置をやってそれで「メニュー頼むで」って頼んでおきながらメニューをいちいちそのメニューがちゃうねんこれまずこっちからやって全否定しながら全部頼むって全部自分で頼めって話ですよあれも。 座をちゃんとやって座を常にみんなさんでねそこやチンやっていうのをねもうラジオのカフと一緒ですよね今あの呼び寄ったりとか横に置いとけっていうぐらいそこは今や向こう側に指示しながらもうね焼肉ライブですよあれこうミキサーさんからんから全部いてこれそろそろもう一品あれやなうん よくなった最後は締めはこれやってさ <laughs> 全部できてあるんですよ焼肉フェスですよあれフェスフェスあ,あれフェスか、ええ、そうかあの他人が差し挟むあれないですもん余地がない余地ないはいあのこれ食べたいなみたいな空想はダメ <laughs> いやこ,れここもうこれ違うもんやでこれやこれからここやハの巣やどっからホルモンこれやでうんそのサラダいらんねん <laughs> よう見てるな <laughs>。よう見てるっていうか、もう変わら、やっぱ変わらないんですね。変わらんな、ええ。全然変わらないろ。じゃ、サイキックの頃さ、な、ええ、時々さ。 お前とたまちゃんと松村と一辺中一辺飯食ったことあるやろ。いや打ち上げはほとんど行ってますからね。行ってたからね。ライブの後ね。ライブの後とかそうそうそう。だから大ニーズになるとマコさんが全部仕切るのをこう見てたから。見てたからな。だからあれも20年とか30年がらい経ったけどあの頃から俺のあの座の仕切りを見てたよな。見てました見てました。見てたよな。いやいやだからなんか地獄の目視録の勝大佐見てるような。 なんかね、とにかく全部に目が行き届きながら <laughs> 一軍を率いてないと気が済まないですよ、ね、<laughs> あかんないやいやいいんじゃないですか,えかいやいやもう僕でも俺も探偵ナイトスクープ」の忘年会も俺が基本的に、はい、あの店決めてたからね。 やっぱそうなんですいやもう最後のそうなってた、だからもうまこスさんに任せとこうね、俺がこういうとこ見つけてきたねって言って、ここやってくれるらしいでね、交渉もしてきた、値段も決めて、メニューの順番も置いて、大体このタイミングでこれやって、お酒の乗り換えるこれもタイミングも決めて、最初はこれやからみたいなんでしょうね。勝勝負負んですねやななか だから最後のなんかだからもうあのねなんかいっぺん企画したんでナイトスクープで西田引退された上岡龍太郎さんと西田さん現局長の西田さんとでみんなで一度ゴルフコンペしようやっ,っいうのも俺の知ってるゴルフ場に頼んで全部やったわ。<laughs> その時もだから ABC が「いやうちがやらなあかんのちゃいます」「いやもうええもうええ俺が仕切っとくからこういうふうにするな」って全部俺が決めたことを向こうに流して俺がゴルフ場と ABC の間のやり取りも全部やって完璧に仕込みましたね完璧に仕込んであとはもうトークから何からもう全部もう出来上がって表彰式も司会してましたしほんで上岡龍太郎さんのご挨拶と西田局長のご挨拶と最高顧問の木田先生のご挨拶さとか全部やってましたから。 はい、いやもう正確です、ね、やってる方が楽ちんやなああそうでしょう、ね、ただ単に何もせんとゲストで行ってボーっとしてるっていうのが<あ>なんか俺勝,、ね、勝負できへんねんな、えー、俺なんかこうシャ,それもシャカシャカしてんねんな2030年前から同じですから、ね、同じやろそれで変わんなく、うん、しかもその任せられないはい 僕なんかもう根っからの古文肌だから、はいはい、もうああいうのしないです。もん <laughs> いや、ちょっと待って、俺ら、うん、あの、とのとかは、いや、みんな軍団って言ったど、うしてはったん、その辺は。あ、とのはそ、そう、おうですね。応用か<え>俺ちょっとシャカシャカしすぎやろ。シャカシャカしすぎや、もう、ね、生まれつきそうなんですよ。<laughs> もうね、本当に今日もね、僕、ホテルに入って、三、はい、時にもうせあのー。 大浴場がいもうそっからもうマコトスタイルですからね <laughs> パッと3時入った途端行って、はい、バッとシャワーあってず <laughs> ーっと誰もいない線とバーンと入って気持ちいいわああ <laughs> えてで出るっていうね出るっていうねま、ね、スタイルね。<laughs> そうかじゃあ俺他人から見てた俺どうなってんのかなと思うねんけどな将軍です将,軍将軍かもうこれ治らんねやよな小隊長ですよ小隊長か、ええ、常に大隊長ではないと思うん、ね、だ大,大,大隊長の時もありましたけどねあ,<ー>ありましたけどそっからまた まあ兵を一、ねはい、回大阪から撤退して、うん、今度また名古屋に乗り込むぞとなったら <laughs> 一軍の将がね一個からこう一つ一つね作戦を練ってね、はい、こう兵を進めていって、はい、城を取ってその城の陣地を広げていくっていうね、はい、戦国武将ですね見てて。<laughs> そうか、ええ、いやでも俺が ほんまにな、なんかな、自分で田舎やってて、自分が仕切ってる方が楽ちんやねん、人のなんか、例えばな、人の誰かの例えば芸能生活何十周年とかで呼ばれたりするやんか、たまたま自分も参加して、お金払うて参加してるけど、ほんまに手持ち無沙汰やな、ああいう時って俺、身の置き場ないね自分が司会進行したり、みんな自分が。なんかも嫌でしょ 司会してたらいいけど,いいいけど誰かが回ってきていいことなんか言わなきゃいけないけどンンあと結婚式人の結婚式ってお笑い芸人って、はい、全く楽しめないですよね楽しめない余興が絶対来るから,らなあかんし <laughs> めっちゃ美いしい料理も味全くしないですよね。 俺受けないかもっていう不安があってねあるあるあるうん大阪の結婚式とかすごそうですねいやだからもう本当にもうんか俺でもなみんなのテーブルとかな自分の結婚式今でも覚えてるけどそうそうだろう芸人さん来てくれてるわけやんか浜村淳さんとかね上岡龍太郎さんとか上沼恵美子さんとかみんな来てくれてるやんかもうなもそうですしね太郎先生しでも俺壇上にあんまいなかったね各テーブル回ってったからあそうでル っって喋たからみんなにいつも南光さんに最後の挨拶で怒られたもんチッとは座っとけとやっぱり序列もあるんですか大阪の芸能界のまあだけどその木田先生を、まあ、冠に置いてるわけじゃないですか冠ねえそしたらその木田ヒエラルキーみたいなあ今木田はヒエラルキー持たんからねあ持たないんですだからあえて木田先生を冠に据えてでまあ あのの人は生涯俺受けてないからそうなんでや俺唯一俺が仲人にあの時に世話になった屋敷隆人さんとか神岡龍太郎さんとかいろんな選択肢があったんやけども木田先生が一番なんていうかな角が立たない誰を選びよんねんとかいうのがなかったそうか他の事務所の例えば吉本を頼んでも松竹を頼んでも先輩後輩があるからそう。 その点、木田先生は一番角が立たない。なるほど。なだ、芸人でもないし、音楽家やし。ええ。どこのジャンルにもかぶってない。かぶってない。かぶってるけど、かぶってない。かぶってない。かぶってない。そうやね。だから、木田先生に、あの、一番。で、お前なんで俺選んで、かいや、一番差し支えがなくてって言って。はっきり木田先生にもそう言ったからね。ああ、なるほど。だから、先生を受けてもらうの、一番いいんですわ。はい。だけど、実質中身は、自分がいろいろな全部。 海遊魚のようにんま回ってテーブルも上沼恵美子さんと<わ>、えー、上沼さんもいるんですか上沼さんと上沼さんの旦那さん、えー、旦那さん新平さんがね掘、はい、ってそこに上沼恵美子さんを頂点とするえ,ー、えーっと。 カンテレのワンテーブルで上岡市長のおるナイトスケープやってるメンバーのワンテーブル ABC か ABC を上岡さんとこにつけてとかそういうふうにテーブルを分けていったよね。あらでもその結婚式の仕切りができたら「十字間特番」とかでもないですね。 松竹は松竹の席があるんですかあって、それあって、でも、列王三匹師匠は、列王三匹師匠で呼んでんねんけど、列王三匹師匠がそのまま3人同じテーブルに座るのは絶対タブーなんで、そんなタブーがあるんですかいや、めっちゃ仲悪かったで、その時期。今で言うと、おぼん・こぼんさんぐらい仲悪かったからはいだから,だから,だから じゃあ同じテーブルにもつかないんですか。つかないですよ。だからよくあれあれでステージできてましたね。いや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 だから俺は昔営業行った時に列尾三匹さんと、うん、もう本当に困ったもん、うん、楽屋で。 1>, うん、1回目と2回目の楽屋があって間庄司師匠が「レッツゴー庄司師匠」と喋ると他の2人はどっか消えはんねん 1>、ええ、で次1回目ステージ終わって2回目の時間にちょっとなんか飯食う時間あって俺が「レッツゴー淳師匠」と喋ったら他の2人消えんねん、えー、で最後終わってからちょっと時間あってコーヒー飲もうかいて調査くしようと飲んだ他の2人消えるから。あの3人人人が3人 よ、ね、らば、はい、必ずあの二対一になるっていうねあの派閥ってのは常にできるんだっていうたえ話あり,す、はい、ありますありますあのあのさ人は全員とも派閥なかったです、ね、じゃあ一人一人一人なんですかだからタクシー乗る時は一番前に列号障子正治さん、えーえー、一番奥に列子純さん間代マネージャーさんで調査さん <laughs> えー、これもダチョウ倶楽部でも2対1ですよ。いやいやジモンさんだけが離れてるっていうね。<laughs> ジモンさんはな、えー、でもそれ以外はだからそうやったから、えー、だから俺おボンコモンさんのテレビで仲悪いの言った時にナイツの羽生君が仕掛けてね,ねやってたじゃないですかあんなんでもみんなそうやんなっていくねんなと思う。 いやいや、えー、そんなん言うだけどお前ももう師匠筋やん今。師匠筋ってか、ね。年齢から言うとそうやだからこう玉袋とね。みんなこう 玉袋水道みたいにね後輩なんかどっちにつかなきゃいけないみたいな年に2回しか一緒にならないからみんなそういうのがハラハラするんですよねそうやで多分だからお前ら今浅草キットはお盆小盆並みの扱いじゃんそうそうそう早すぎたお盆小盆みたいな早すぎたお盆小盆いや早すぎないかどっちが早いのかでもだけどもう事務所は違いますからねあそうやねはいはい 席を抜かないセックスレス夫婦みたいな別別居婚みたいな別居婚みたいなもやなああ分かるわえそれはいやでも前回玉袋ねうちの相方とやってましたよねやってるよそれを聞いたんですよだから知らなかったからおじゃ月一やってるよ今それで玉袋の聞いて 結構俺の知らないこと言ってるっていうか、まあ、僕なんか誠さんだって研究してるから、うん、誠さんのことは何でも知ってるぐらい知,知ってますよ。いやお前はなええ、うん、いろんなこまあこっちの、うん、名古屋来てあのこうね忘れてること、はい、忘れてるってそれこそ気が付かなくなったけど、うんはい、大阪時代はいろんなことを毎年ライブやるから全部ラジオも聞いてるしチェックしてるわけじゃないですか。 だからまこスさんがいや一番驚いたのはあのー、立川流 B コースにもしかしたら入ったかもしれないって言っ、はいはい、声を上げて「ええー、っ!」て言いました <laughs> あれたまたまな、ええ、でもあれ謹慎中やったから、うん、ちょうどだからな白だからまあまあまあだけど謹慎中かない 12月31日にこのズバリのね大晦日出た時に水道橋博士に「今年の炎上事件を語ってもらいます」っつって「さも俺が炎上師匠みたいにねあの炎上についてはこうですこうです」ってあの語らせてるんだけど本当途中から「よく言うわ」と思い出して。<laughs> <laughs> あんたの方がよっぽど炎上してし続けただろうっていうねあの頃だからツイッターとかなかったからね本格的なやけの腹になってた人が俺にせやねんなそう言ったら炎上するやろってよく言うわって途中から思い出してね人間との深夜の雑談でもあの炎上ってさっき言ったけど 炎炎上炎上って言葉もないでそうやね<っ>だん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 2チャンネル書かれだしてただけやからねんそう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 ,そう、うん、だからまあその辺でねマコスさんが僕の部屋に来てね、うん、なんかそのニ「ニコニコ何,何とかフォーラム」っていうね、うん、パソコン通信のああ<ー> 見てましたそれでずっと僕のパソコン見ながらあの200件ね見ていて「おもろいこと言うなこんなこと言うんやせやこれ高層やで」っていうかこうパソコンにこう語りかけながら。はい なんねんこれお前うがちすぎやで」とかってこう全部言いながらねはい、はい、それでずっともう1時間ぐらいずっと見て、うん、その一問一答一人語りをこうするのを横で見ながら「あやっぱこういうのってラジオって醍醐味なんだな」ってそのラジオのね、うん、リスナーの声がこうやって当時はハガキだからはがきメールがないからこんなふうな通信方法あるんだなってまおっさんが感心しながら、うん、こう200件読み終えて。 あと何件あるんやって、あと四千件ですって言ったら、もうええわ。四千件とかを見てられえわ <laughs>、ええ。いや、だけど、それぐらい当時の、うん。 っって言ったわけです全員が全員の声を誠さんが聞いてるわけではなくて、うん、なんかまあ一方通行に暗闇にこうボールを投げてそれをこう受け取ってる人がね、うん、やっぱラジオはもう自分に言ってると思うから、うん、そういう人たちがもうたくさんいやだからほんまにそう考えたあの時ねハガキとかな、えー、しかなかったからほんまにハガキは読んでたけどでもハガキっていうの、ね、あのリアルタイプの見られへんからね。えー まあでもそんな,<も>そ,んなそんなにハガキ使うタイプじゃなかったからねいやいやあ。下手したら2時間でハガキ2枚ぐらい,ぐらいしかすよねうね、ん。基本的に俺と竹田さんが喋って遺体が書きますというスタイルを作ってしまったかいだから多分サイキッカーの存在っていうのはそうやってライブをやるとき、うん、いうかすごい動員があるなっていうことで、うん、むしろ知るっていう、うん、そう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 。 だから初めは全然レーティングよくなくて、えー、鶴瓶さんのぬかるみの世界があったこれもね本当に痛感するのは「ぬかるみの世界」っていうのが一番最初に日本の深夜放送で、うん、動員がこれだけあるっていうのを知らしめた<う>世界に、うん、だって日本中そんなのみんな,みんな誰も知らなかったですもんぬか,るぬかるみの世界っていう深夜放送があって、うん、その聞いてる人は「ぬかるみんだ」って言って。はいはい みんな自覚して僕も完全に抜かる民です。あ、俺も聞いたよ。ずっと。そう。だから、だけど隣にぬかるみんながいないんですよ。クラスの中にいるわけじゃないから。はいはいはい。だから岡山にボテジュっていうあのお好み焼きが出てた出たら食べに行ったりしてました人であのスポンサーあでもスポンサーは違うよ。ボテジュじゃない。ええ。ちぼちぼ。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 今東京の恵比寿にもあるちぼ。ええ。ちぼ。です。ちぼ。 えそんな一人でしたもん、ね、あ<ー>そうか周りにいなかったか。いないですね。クラスにいなかったですね。そうやなんだも深夜放送そうやな俺も鶴瓶さんのあのまだ素人時代が大学時代にぬかるみの世界であの二人で通天閣で新世界うろうろしょっていうの見に行ったけど四千人ぐらい人集まった。だって俺新聞の記事になりましたよね。全く人が動けないぐらい人が集まって。うそう通天閣の下にね。うん。だから。 だまあ、もちろんヤンタンとかいろいろあったけど、うん、人が集まるっていうのはやっぱ、うん、あれぬかるみはそうやったなそれでやっぱ改めてだけどその裏番組でやってるっていうそ、ねうん、そうそう,そう裏番組な結構あの時間帯にやってるラジオってな,ないんですね たまたま ABC の遺体とたまたま知り合ってこんなんやりたいじゃあぬかるみにぶつけてみようってなってんけどいやあれはでも本当にサイキックの一番面白かった頃は3年やろうなと思うけどなたけしさんもそれよく言いますけもうと本10年やったけど面白かったのは本当は3年だってそう俺もサイキックに関しては5年ぐらいまでは一番面白かったかな最初の3年ぐらいはもうんか全然レーティング上がらなかったよずっと0.1。 無 <laughs> 夢中なんでしょう、ね、いやいやっていうかもう何もね指標はないですもんねないない僕ラジオの数字の指標ってなんかテレビもまあまあ,あのビデオリサーチなんかの,、はい、そのサンプルでこうやってるのも、うん、今は、まあまあ、ラジコって、ね、数字あるけどわかるやん、えー、リアルでい,いやいやそれはもうデジタルになってからリアルな数字じゃないですか、うんうん、でそれもう一回聞,く聞いてるのもカウントされるしあと永久に残す方法もあるし、うん だから、そのまま、こう風に消えていかないじゃないですか、電波が。うん、だから、今のこう数字っていうのは、実態つかめますよ。まあね、ある程度これぐらい聞いてんのやろうなと。えー、まあ、ラジコも聞いてる、お、ま、前、あ、ラジオ聞いてる、まあ、ラジコの何倍かしたら、大体こんなもん聞いてんのやろって。わかりますけどね。うん、だから当時なんかね、あとはもうアンケートやから。うん。全然ね。うん。うん、ま。 全く数字、ねうん、最初の3年がもうこんなおもろいことやってんのに、うん、全く5年でもぬかるみが辞めた後に、うん、それでもそんな数字上がってなかったのある時急にものすごい数字取ったのよねうん、うん、いきなり10倍になったうんや、うん、やろこれ、うん、でもその時はもうすでに厚生年金の中ホールやってたからねそうですよねうんやっぱ東京北九段会館でやってましたからねそうやね だからその頃もうだって厚生年金の中央ル1回目やった時にもうあれやもんな速感したからなそうですよ、ね、うんその頃初めて「おすげえんだ」っやっぱ実感ないでしょうねあんだけラジオはがきを使わない使わないラジオだったら「はいうん、そのオールナイトニッポン」だったらはがき読めないぐらい山のように積み上げられるんですよたけしさんの「オールナイトニッポン」スタッフでも入ったから弟子、はい、入ってから。うん だあ本当なんだなと思いながら、うん、一番通来るっていうが話が、うん、でそっから僕らが選んでたから、うん、いやそりゃそうですよね、うん、全くそんなはがきも洋さん来てるわけじゃなくて確かにあのたけし軍団大阪義偶って ABC でやっててっ、ね、その頃僕らは作家っていうか付き人でいてはがき全部僕自分僕と玉袋したもん 作全部りです <laughs> でその作りがうまいっつってその大阪ギグの後にすぐに僕らがスカウトされて番組やるんですもん、ねうん、あれもハガキがうまかった理由だけですからね理由が <laughs> <laughs> そうやんな、ええ、あだからそう考えた時もうほんまにサイキックなの数字だけだかそうかハガキ職人ってサイキックいないかいなかった 他の番組っていやいやレギュラーでハゲ書いてる子はいたよ、ええ、いたけど、俺ら深夜で別にギャグコーナーもやってないし、そう,そうですね、うん、谷村新司、天才、秀才、バカ的なね、そんなんも全くあったし、ええ、大喜利もやってないし、確かに大喜利がない世界ですね。ないもん、だから俺ら、ただ単に自分の愛一週間あって、ええ、面白かったことをただ喋ってるだけやったから。 竹内さんがオタクキッスやからうん、うん、いろんなこと言うたりとか引きこもりの完全なオタクアニメオタクやったりとかするから特撮オタクやったりするやろそこがずっとそれで俺がそこに乗っかっていったっていうだけのことやからうん、うん、それたら自分らが面白いと思ったことをたら2時間喋っただけ、うん、だけやからな。なんかねあのー、昨日かな、うん、またツイキャスやってて「あのー、俺がサイキッカーだったよ」みたいな話をずっと言ってて。うん すごい意外な有名人がみんな聞いてましたねって話になって、うん、そだって大友克洋が聞いてたからねっていう話をしててそ,、ねうん、それで村上龍さんも聞いてましたよねって言われて「え村上龍って聞いてたっけ?」っつって,言って村上龍のゲスト会のテープを、まあ、今こうネットですぐ送ってもらえるから、うん、それを今日聞いてたんですよ。覚えててます村上龍ゲストに来てんの 来ています。来ています。来ました。一度来ました。まあ、俺の中で一番面白かったゲストがと、来てて。大友勝也さんもびっくりしたけ大竹栄一さんもびっくりした。大竹栄一さんもそうです。あの、あの、ティービーエスのね、あの、深夜あの、正規の雑談でも。来てもらったけど、あれ、向こうからオファーあったからね。そうです。そうです。俺ら、え、日本放送の、大竹栄一の番組に俺をゲストに呼ぶってから。うちの事務所も一体、なんで、そんなことなってんのって。で、いや、どうもマネージャーに聞くと、最近、かえっと。 何乗っっておらられれますか言、えー、言われたから言ったよねそれこそ芸人春秋の第2巻の下巻に大竹栄一さんの賞を持って高田先生と文雄先生と一緒に大竹栄一邸に訪ねたところ、うん、あの大竹さんがエアチェックしているラジオのこうカセットのリストがあって、うん、そこにもちろんサイキックはあったけど、はい、僕らの ABC のラジオもあるし。<laughs> 聞いててやいやそれはものすごいアンテナ立ててんやろね家にいや驚きましたよなあだって伊達さんの名前も知ってるしそうやんな大友克弘さんもずっと漫画書きながらあれ聞いててんってなサイキックをだから吉祥寺ね住んでる漫画家サイキッカー多いって言ってねそうなそれでその村上隆さんが出た回の構想を今日聞いてたらあ今日聞いてたんですよ そしたらあの野村修介さんが、はい、あ自任された日なんですよ。うん、1993年の10月20日だなんですけど、真、うん、コさんがそういやと思ったのは、うん、河合塾でね集まってった、はい、その小林小林さんとそうそうそう鈴木、えー、立水会のはいはい。えー

だからああいう左右を弁別せざる状況まあ竹中朗的に言うと、はい、そういう中に河井塾の中で入って、はい、僕自身はもうそういう思想のことはどうのこうので、うん、ぜひあのラジオに出てきていただきたくてその一水会の,の方もそうだしその今後どうやっていくかっていう話もしたし、うん、野村修介さんと朝日新聞一回ここを収めたのにっていうような幽告のシーンみたいなことを。<laughs> いうかポジション的にはすごあのころはでもやいやあれなんかいろんなこと首突っ込んでから俺ね今ね振り返って今その話してたと思うんだけどサイキックってねあのね東京ってサブカルって結構あるやんか実は大阪ってサブカルなかったよねなるほどねまあオタクはいますけどねオタクはいたけどそれはもう竹内義和すけどあれサブカル文化っていうのが大阪なかった多分サイキックってね大阪 そうかも大阪におるサブカル好きな奴らに東京はいいよなと思ってた奴らの中に俺ら偶然そこにはマったんやと思うねんね。だって俺らのやってることって気がつけばサブカルになってたもんえそうですねだからそんなうちのサイキングで誰出てもええっていう感じでいろんな人が言うてきたりとかやってたけど考えてみたらそりゃねもう東大の、ね、京都の塩見さんとかもよくなんか出ておられたなと思うし。うん まあ、あれなんですよねその、サブカルライブハウスみたいな感じで、噂の真相的なね、そういう、そうですね、業界のメインストリートじゃないところを拾っていって、思想的なところも行ってましたね。行ってたね、えー、考えてみたら。だから、あの頃だから思春期を育ってる人は、俺を含めてですけど、やっぱ忘れられないんでしょうね。 うん、そのラジオの中で、はい、生きる死ぬみたいなところまで行ってますからねあ<ー>その思想心情のところまで、うん、なんかあの突き詰めていって、うんまあ、結局は笑いになってるんだけど、うん、あのー。 どう言えばいいいのやでも考えたら、しっちゃかめっちゃかやで、ゲスト来てるの小林芳乃さんも来てたし、それだから鈴木さんも、新ヨークのね、一世紀の鈴木さんも来てたし、それ考えたら、そのほかにも前田明さんも来てるし、前田明さん、であと、もう俺的に言うと、内田裕也さんも来てて、内田裕也さんの時なんかもう ABC のとこにポスターに、モスキートのポスターとか、ニューヨークのハトソンが泳いでるポスターとか貼りまくって、本人、もうめちゃくちゃ入ってきたし、ご機嫌やったから。 やるね。何がやったかわからんけど、すんげえ喜んだあり、今でも覚えてるわ。あのうちの相棒と喋った時に、たけしさんに挨拶行ったの一回だけ。一回だけ。俺あの時会ってますよ、まごさん。会っての元気が出るテレビの時。そうですよ。あの時に俺は作家でいるから、あの持ちすぎさんと言ったんじゃないですか。持ちすそうそうそう。IBS のね。そうだからその行く前に。 俺がいるサブの部屋に来てこれから武しさんに会うんやっつってどないしようってめっちゃ緊張してるわっ緊張してて言っててその直前まで俺一緒にいましたよ眞子さん大丈夫ですよって俺言いながらほんまそうなんやその前に武しさんに俺西の来たのもいるんですとかって紹介してましたもんへえ。でも武志さんもさもともとシャイやろ だからびっくりしよういやだけど俺はマコスさんこんなに上がるんだと思いましたねいや緊張した緊張したはいなんかだってあれもさなんで挨拶しに行かななんかよくわからないまま本当にモ月さんに無理やり連れてこられてそう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 連れてこられて挨拶しとけよ東京に特許出てくんだからよって言われてモ月さんどこ行ったんですかねモチさん今なんかねいろんなことやったあるあそうですたまたまバッタリお会いしてもう I B S にいないですもんねもういない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 はい でもいろんなことまだしぶとく生きてはるよちゃんといやっとあの人のハッタリってすごかったですよね。<laughs> ハッタリね、ええ、<laughs> なんかあの頃のの1990年ぐらいの芸能界のあのなんかハッタリのだってすごい、ね。だって望月さんが来てたけしさんが新しい番組もう絶対無理なのに望、はい、月さんどうしてもやってくださいって言って。はい あのたけしさんが俺ポルシェの959欲しいんだよなーって言って、うん、持続さんが全部渡りつけて、うん、ポルシェの959ってもう絶対ない車がたけしさんの元に届いたんですよおすげえなすごかったですよ持続さんええ。はあ。それで番組やりだしたんやそうですよえー時代やな、ええ、あのビートたけしの作り方かな日本テレビのやつ、ね、はいはいはいそう絶対に 実際にもうスケジュールがないところをやったんですよ。ほ、それがポルシェ959。クリンなクリンなってやつね。で僕らはいつも毎日そあの磨いて、それよく磨いたなっつっておダちチにくれんのかなと思った。触り台出せっつってたのにそれぐらい名車珍しい。それをモチキさんが持ってきた。でポルシェ959って今すべてのポルシェ959ビルゲイツが持ってるんですよ。 ああビル・ゲイツが全部集めてるんですミニカー感覚であリアルなポルシェ959をビル・ゲイツが全ての,あの世界にあの売られたポルシェ959を全部集めてるん、うん、そこに武志さんの一台もあるええー、すげえ話やな、ね、それは俺が突き止めてるとこ悪い,いですよ <laughs> また <laughs> またそれをもち月さんが持っていってくそ俺ち月さんの番組やってた時にそんな言うといたらよかった <laughs> いやだってそんな取引があったのがやっぱバブルの時代ですよねそうやんな、えー、絶対ないわそんなないですよねうん、えー、そんなそんなん今さ聞いたそれ引退した元斎藤佑樹ぐらいじゃの車もらってたそんな,なん何か言うてああ巨人のねあじゃあじゃ日山の日日のうもそうあねあいつぐらいやろ、えー そう考えたらそうですよねポ<あ>ルシェイもらってましたもん、ね、もらってたもんなえーはあ、えー、時代やなそんな時代二度とけへんよないやバブルですよそれあれがねあれがバブルか、えー、はい北沼ことの深夜の脱丸ま不定期なんやけどねこれさてちょっとあの芸人春秋ダイアリーをはいはいがありがとうございますい<や>今ずっと売ってるんですよ10月発売になって今 三ずりまで来ましたね。これこんなに書いたなあと思うわ。五百六十ページで、だから一年今日週刊文春に連載した六十編のまあ短編を六十章に分けて、はい、まあ文藝春秋から出してもらえなかったんですよ。これが珍しいよね。いや今そんだけシビアなんですよ。もうでもこれ売れるって踏まわなかったのか。それは絶対絶対言わないです。へー なぜダメだかっていうと大きい体長みたいなつかのでかいやつは今またブーム来てるんですけどレンガ本っていうかそういうつかのでかいやつの書店ですごく映えるんでだけどあるんですけどその時の状況において「芸人春中3冊目ですけど1冊目は10万部ベストセラーになって2冊目上下巻があったんですけどこれもう最近例えがわからないって言われるんですけどいわばアーティストが。 1>, 1枚目が売れた時に 2>,、うん、2枚目に、あのー A 両あのー、2枚組出しがちなんですよ 2> ああ <laughs> <laughs> 今2枚組っていう言葉も通用しない,っていうかはいはい。まあまあ2枚組をね。えー、枚組で,、はい、でものすごくアイディアがあふれてるから、うん、曲があふれ返って2枚組にするんですけどその2枚組間で。 上下巻でで出したんですね、うん、あれ初版両方1万5,000部で出したんですけど、うん、それが1万5,000部はけなかったんですよ。でじゃあ次は3作目なんで、うん、まあ文庫で言えば4作目になりますけどそれはやっぱ無理だろうっていうことで、うん、やっぱその上下巻もダメだし、うん、1>, 1冊を560ページにするっていうのもやっぱダメだしっていうことで出版社を探してあれはでも出版社を探してもいいの それは了解ました著者自体に著作権はあるんで、うん、あの了解を得て、うん、あと文庫はもう3まで続いてるから「うん、文藝春秋で出してくださいって確約して、うん、でそっから もったんですよちょっと電撃的じゃないですか文春で連載したものを講談社に持ち込むっていうのを講談社襲撃みたいで面白いなとか思っていや出版界的にはすごく衝撃的なまあね物書きにとっちゃ衝撃的なニュースになるかなと思ったらその前にさんんの最新作から出てる誰も気が付かないんですけど新潮文春としさんも縁を全く切ったから。 あそこがすごくないですか、うん、もうあんだけ長く武さんで儲けてきた「文春新潮」もあれを書くし、はいうん、武さんもあもう縁切るってなったら、うんうん、その後でちゃんと講談社に行くところもすごいし実はそうなんですはい,はい,、はい。で一番最新作は講談社から新書出てて、うんうん、でまあ俺も講談社行ってでその講談社も ダメで560ページはダメだって言われて、うん、スモール出版ってめっちゃ小さい会社なんですよ、うん、社員3人ぐらいですよ、うん、そ,こがそこがタイプの本をよく出していて560ページってすごいなでも考えたら。いや 出出版する本を出版すするるる書いてるお前もこれすごいなと思ったんにこれ連載時のまま出せばいいじゃんっていう話なんですけどその2年経ってるんで、うん、現在の時勢からその後の話っていうのを入れて、うんあのー、まあ近況その人たちの近況が全部伝わるようにしているのとあと江口久志先生っていうのはもう江口さんがこんだけ書いてね<え>江口久志の合集でもあるよなこれ。江口久志さんの合集って美人画の合集はもう何う 何冊でも出てますもうジャケットにもなるし、うん、あとまあ広告にも使われるし、うん、だけどこんだけおっさんを描いてる絵口さしってないんですよ、うん、この本しか。このおっさんを全部収めたいっていうのが、はい、それが僕の一応欲望っていうか、うん、本として画集としても売りたいっていうことでね。うんそうやね でもよく増刷してるってのはすごいなあの本で。まあ千部単位で刻んでんですけど、うん、でも本当に絶対売れないって、うん、町山智博さんってもともと編集者だから、うん、この本は絶対売れませんって言われて。<laughs> いくらなんでもといくらなんでも2500円でこんな560ページって今の出版界でありえませんよい。もう太鼓判ですよ絶対売れませんって言われたのそうなんややっぱり言われたかせやろな分厚さがあまりにもでも中身的には個別にファンがいるじゃないですかまあいますいます知られざる人みたいなことじゃないから個々に皆さんが知ってらっしゃる人だからその中で荒俣宏なんていうの書いてるのがちょっと異色は異色ですけど あとキキキリンさんとあそこまで親しくなってるっていうのはね、うん、誰も知らないと思うんですよ。いや知らんしよだけど竹中郎さんっていう僕が憧れたルポライター,ルポライターのルポライターの竹中郎さんとキキキリンさんが若い時代に蜜月の時代があって、うん、竹中郎追悼の式にキーキリンさんが呼ばれて、うん、それを僕は名古屋で番組で一回一緒になった時に。うん あなかキ,キリキリンさんが最後に残した本の10冊が入ってましたから、ねえー、そうなんや、ね、で読んでて「いやあなたの文章は好きだわ」って言われて好意、うん、を持っていただいてるのは知ってたんですけど、うん、それで竹中郎が僕は好きでっていうことも伝わっていて、うん、それでその竹中郎追悼式みたいなのにキキリンさんから直接電話がかかってきて。うん あの「私が喋るよりあなたが喋る方がいいわ」っつって「うん、何月何日空いてる?てて」偶然その頃忙しかったんですけど、うん、偶然その日だけ空いてるんですよ「うん、じゃあいらっしゃい」「言っとくけどノーギャラよ」って言ってパッと切られて、うん、はいまあそ,、うん、そっからですよへえ晩年のこのキキキリンさんとお会いして書いてるってこれ貴重なエピソードやなと思ったえ。はああいや本当にだから、うん オフィス北の騒動の時ももうマスコミが山梨にみんな来たんですよ僕を追っかけてでキリンさんと僕がその竹中郎記念館みたいなところで話をしてて中庭みたいなところでマスコミ10人ぐらいいるんですよでキリンさんが「寄らないでプライベートだから」って「私この人と話してんだから」っつって全く取材させない中二人でずっとしゃべってる。 すごい、いや、すごかったですよ。すごいね。ええ、それは貴重な絵体験してんな。ええ、うん、マスコミの制し方なんかも、もうキリンさんすごかったですよ。やっぱもう。でもな、ええ、俺最近思うねんけど。このキキキリンさんのとことが読んでて思ってんけど。なんかさ。若くして、な、俺とかお前が入った時って。トノっていくつやった。トノお前が入った時は。 3三えええなあでも俺上岡さんとかももう50ぐらいの時になんか大成してたで何かああそうですよねいやだから俺が松竹芸能入った時になんか6代目松竹亭昇学師匠とかものすごい年取ってるなと思って挨拶したけど50ぐらいだったでいやだけどそれはやっぱあれですよ僕だって 今年年男ですから、ね、そうやろ、ええ、だけど本来ならこの60でこのヤング感なんだって自分で思いますからねいや俺も6歳やねんけど <laughs> もう今年なええ名古屋に乗り込んだ時のねいやもういやその時<う>名古屋に乗り込んだ時もすでに5人やねんから、ええ、だからもう,もう将校のようにね舞台の試合一番石膏舞台で入ってきて「うん、よしここだったら天下取れるぞ」みたいなところから一個一個ね こう種をまき育ていやでもな、ええ、でも考えたらあの頃昔俺らがこの世界に入った頃の50代って、うん、本当にもう大成してて、うんうんね、なんかもう達観、ええ、してて、ええ、なんかザ芸人の匂いがあるなと思ってたよね、うんうん、そうですよねでも今そんな人いなくなったよな。いないっていうかでもほんまやったら鶴瓶さんなんかも70やでも。ええ

東海やねんけどな、あでも、なんか、あの、おいらが入ってきた頃、の50代60代って、ものすごい、なんか、みんな。いや、もっと、ええ。まあ、ちょっと。師匠が落ちてあったもんな。まあ、今日も、ちょっと。雪が降ってますが、ぐらいの調子で視聴して。そう、その感じやったもんな。そう考えると、全然違うねんなと思って。まあ、競争も年々激しくなってるし。若い人はね、どんどん。 やらんのか、たまちゃんとあの。漫才とかですか。漫才、言わとできますよ。できる、できる。できる。ええ、いずれ、ええ、できます。ますおもんこもの仲直りってなる?ええ。え、え、いうより、やっぱ、僕らの一回生なんで。はい。すごい、その、そこに向けての練習だとか。そ,かはい、その、ずっと、定石があってやるんなら。うん。 もっと調整しながらできるじゃないですか。一、はい、回きりで撮りじゃないですか。一回きりで撮りで三十分。ええ、はい。でやっぱ大変なんですよね。ね大変やろな。ええ、高田小学校でやったもんな。やっぱそれは完全主義者の漫才を作ってたから、うん、やっぱそれはあと。 漫才のテンポっていうのはボケのセリフが多くなりますからねそりゃ相棒も大変ですよだってギリギリまで俺はもう次々変えるから<ー>こ,こちらこちらこちらこ,のこんだけというかもう本番前でもあと4行これプラスみたいなのやるわけだから嫌がるな、ええ、大変ですよ。もも漫才するの嫌がっとっとたもん <laughs> ありましたありましたマスダがめちゃくちゃ買いおるからでもそれは見てて一緒ですよああそうかやっぱ楽器楽器だからもうやっぱいい音がやっぱ出るから赤い子の方がいい音が出て面白いのは分かってるからこういえば絶対面白い面白いです。そうかそうなっていっちゃうねんななかなか一家制かいやだけどまあうんでもやりたいですけどね漫才はああ どろうなちょっと自信もある <laughs>、ええ、今やったら長年やってないから逆に言うと今やから,できるからいやなんかいろんなもの見,見たからあ<ー>あのいろんな分析したからおんいろんな漫才を <laughs> んまに、ええ、お前ほんまに分析好きやねん 分析癖俺のその場の仕切り方は直らんよけどお前の分析癖もらない,よないや僕だって徳光さんに褒められましたよ「<う>あなたはね59歳になって声の出し方変えたでしょ」う言われて、はい、いやまさに本当にそうなんです、はい、あの自分の声のトーン自体も変えて、うんうん、放送このラジオなんかに乗っかる声っていうのをすごく意識して変えてますって、うん、気が付きますよっていうのを言われて。うんうん あやっぱ声のトーンを変えたりそれはもう漫才もそうなんですけど若い子の漫才聞いてると声のトーンが合わないのがすぐ分かっちゃうんかるだからどっちを小さくしてどっちをボリュームを大きくしてトーンを合わせて本当に奏でることなんだってリズムを奏でて心地よい感じを作っていくんだっていうのをそうすると浅草キットの漫才は赤井君っていうのは本当に声が出る人だからそのやすさんと一緒で。 天性に漫才ができるから<ー>そこの声のトーンに自分が合わせていってたから、うん、そうじゃなくてちゃんと声のトーンもボリュームも合わせれる調整ができる漫才ができるはずだって今持ってるんですよ自分で。で若手のこうやってるんですけどねもっとこっちのトーンを落とせみたいなの。うんはい、でもそういうのを三十何年経てそういうことが分かるようになってきますお楽しみやな いやマコスはもともとできる人ですからねいやそうかそりゃそうですよ <laughs> いやトークのできる人のトークっていうのはこういう風うにやって、はい、こういう風うに声をか重ねていき、うん、そのやっぱあのあ相棒の声を拾っていくあ、うん、あのあの竹内先生の声をどう拾っていくかっていうのはやっぱ、うん、あできる人なんだなと思いますよあ、それはあのメッセンジャーの愛原君がサイキック聞いた時に、うん、もういや竹内先生ってすげーって思ったけど 実際に自分がプロになっていったら真子さんがすごかったんだってやっとわかるようになりましたって言われたけどなまあボリュームですボリュームですよねそれやね、えー、北沼ことの深夜の雑談はいということでございまして次回の放送は2俺も終わ,終わり。終わり終わりあっという間に終わり え2月13日ですね、2> はい、第2週日曜日の深夜1時予定してますが、近づいたらまたズバエで言いますけど、誰が出るかは全く分かりません、またこれから <laughs> 行き当たりばっかりですね、行き当たりばっかりやー、ね、これ、深夜の雑談って、もともとなんか、いろんなと喋ろうっていうだけのことなんで、はい、そんなになんかあの、ね、何がどうのこうってないけど、<laughs> はいはいはい、わかります。よ毎、ね、毎回回ででももいだいだけけどどね <laughs>、はい <laughs> やりやすいじゃないですかだって前乗りして「お入ったか若狭よし本番や」って「え一1分も空いてませんよ」でできるんだからいやいや1分も空いてないよいやそんなこんなもんお前打ち合わせで5分も10分もかけるもんでもないわみんな言うねんこれ来たら「えもうやるんですか?」ってやるっちゅうねんフリートークの1時間ぐらいなんか何の打ち合わせでも戦闘。それがいいっすねそうやんいやでもそれ分かるようになりましたそれやろもうね最近この時も俺だけやねはがきはね 竹内芳雄さんが何も起きたとき何も一言もしゃべらず、それ申し上げるからね、そんなもんです、はいはい。ということでどうもありがとうございました。でではまた来月です